うん。コンカフェね。要は、あの、メイド喫茶とかも、そのコンカフェの中の一くくりなの。ああ、じゃあ、コンカフェっていうジャンルが、もうそういうでっかい母体があって、その中に、あの、メイド喫茶も存在するっていう。だからコンカフェっていうのは基本的に、そういう女の子が何かしらのコンセプトに沿った衣装を着て、で、お客さんに対してお酒を出したりする場所という。ところは、イスとどれくらい違うだから、え、エッチなのないよ。マジで。お酒とか、あの、なんか出してもらうだけ。 で、ちょっとお話ししてもらえるだけ。で、キャバクラと違って、あの、隣に座ったりすると、不衛法違反になっちゃうから、そのコンカフェってのは、あの、隣に座ってもくれない。ただ、もう、問い面っていうか、カウンターがあったら問い面で、あの、話してくれるだけみたいな。うん。抜きはなし、抜き、抜きあるわけねえだろ、お前。マジで、コンカフェ、コンカフェで抜きがあるわけないだろう。<laughs> 何を言ってるんだ。お前らは、あれかあ、だって、だって、 メイド喫茶行って抜いてもらったことあんのかないだろう。一緒なんだって。うん。なんで免疫だと思ってんえ、でもさ、逆に俺さ、そういう抜きとかいけないんだよね。なんかさ、なんか辛くなっちゃうんだよね。俺なんか、この人は、なんか、俺にお金をもらって、で、仕方なく、あの、抜いてあげてるんだろうな、みたいな。そういうなんか、俺、愛に飢えてる一面もあるから、あの、 そう、俺、愛に、愛に飢えてるから、その、お金を払ってでしかも初対面で、だってもしかしたらさ、フェラーされてても、急にさ、初対面だからって言ってさ、チンポ噛みちぎられる恐れもある,あるわけじゃん。あの、人を信用できない。その、人にチンポを見せるだけの信用が足りないんだよね。その、店の人に。うん。怖くないだって。その、な、なんでさ、そんな見ず知らずの人にチンポを預けられんの逆に、聞きたいわ、俺が。 チンポって、だって人間の一番もう、あの、核となる、もう一番もうデリケートエリアというもう言われている、もう普段絶対に人には見せないような、もう神秘卑怯じゃん。なんで、なんでそれを、なんか見ず知らずの他人に預けられるのか。で、さらに、もう向こうは、だって、もういやいややってんだよお。お金、だってさ、あの、お金が必要だから、やっぱり何かしら、やっぱ何かちょっとね、それをしないとならない理由、事情があって、 そのために仕方なくやってるんじゃないかみたいな。なんか本当ならもっとなんか、なんだろうな、こんな男の知らないおっさんのチンポなんて喋りたくないのに、でももしかしたら、それを何かそういうことに耐えながらやっている可能性がある。じゃあなんかそ、そうなった時になんか、違う、俺何回か行ったことあるんのよ、そういう、あの、そういう、なんかピンサロみたいなところに。マジで、 あの、インポになっちゃって <laughs>。全然立たなくて、うん。全然立たないの。で、あの人間って、あの、勃起ってさ、メンタルゲーじゃん。あの、勃起ってメンタルじゃん。あの、要は、その、なんで立たねえんだよ。なんで俺はお金払って、あの、抜きに来てるのに、なんで立たねえんだよ。早く立てよ、チンコって言うと、もう絶対立たないじゃん。要は。あの、もうメンタルがボロボロになってるから。 その時点で、一回も、一回もうさ、立つものが立たなくなった瞬間に、もう俺たちは終わりなんだよね <laughs>。で、向こうも向こうで、あの、立ってないと、なんか、私が悪いかなって、そう思われるのも嫌で、なんか、あ、向こうからしたら、なんか、私に魅力がないから、この人はチンポ立ってないのかな、みたいな感じの、なんか、 あの、気を使わせるのも嫌で、でも、でもそんなことないんですって言っても、でも、あの、俺が横になりながらさ、でも、すいません、あの、お姉さんが、あの、魅力がないから決してチンポが立たないわけで、ではないのであって、ちょっと初めてでて緊張しちゃってるからで、とか言うのもバカじゃん、なんか。それすらもバカじゃん。しかも、あの、そういう、なんかそういうお店のフェラって、 わかんない。あの、あの、バキュームフェラーであることが非常に多くて、で、あの、僕あの、方形なんで、あの、バキュームフェラーの、その、くすぐったさに耐えられなくて、だいたいもうビクビクビクってなっちゃって、で、そのビクビクビクが向こうは感じてるの勘違いしちゃって、もっとバキュームフェラーしてきて、でも俺は別に感じてるからビクビクってしてるわけじゃなくて、あの、単に、あの、祷を、あんまり、あの、祷が普段あんまり、その方形なもんで、あの、あんまり日の、日の目を浴びないもんだから、日の目を浴びないもんだから、あの、ただ、その、急にそのフェラーされて、 くすぐったくてビクビクビクってなってるのを、行きそうになってると勘違いされて、どんどん責められて、すいません、本当にくすぐったいんですとも、俺はなんか、その武士の情けで言えずに、みたいな。そう、二律廃反に一生苦しんでるのがあって、で、俺はなんでお金を払ってこんな苦しみを、こんなカルマを背負わなければいけないんだっていうことで、俺もそういうお店には全然行けなくなっちゃった負わなけれていけないんだっていうことで、俺はもうそういうお店には全然行けなくなっちゃったう俺は早くしてって。もう、怖くて。 自分も怖いし、相手も怖いし。いや、それがね、敗読心みたいな感じで、興奮に変わればまた強いんだろうけど、でもそれが興奮、何回か行ってそれが興奮になればいいけど、それでもならなかったら、俺はもう本当に、もう、ただの、ただの ED で終わりだから。で、常に向いといたら、パンツが亀頭が擦れてムズムズして、ずっとこんな感じで歩かなきゃいけない。<laughs> ずっとこんな、フラフープを、フラフープをずっとやってるような感じで歩かなきゃいけないから、要は、あの、 うん。剥いた状態で、その、普通にパンツ履くとムズムズしちゃうから無理で。うん、いや、無理無理無理。